しんちゃお、どうもこんにちは、覆面トレーナーのイサムです。今日はですね、僕が最近前十字靭帯 のリハビリ後のトレーニング内容みたいなことをね紹介してるんですけど、まあ、それにちなんでですね、今日はなんとですねゲストの方に来てもらって前十字靭帯について、お話をしたいなと思います。で、今日来ていただく方は僕がですね、その靭帯を切っちゃって、で手術して入院して、でリハビリして、復帰した時に、ずっとですね治療をしていただいている先生、まあ、それからずっとね治療、体のケアをねしてもらってるんですけど、で、まあ、その時ね、復帰した時に映画の撮影をしていて、アクション映画なんですけど、その朝足が動いてもですね、その撮影が終わった夜にはもう全然動かなくなっちゃうんですよ。なので毎日のようにその先生に家に来てもらって、で足をね治療してもらうと、なんか不思議と動くようになるんですよね。なので今日はそのどんな治療を、してもらっていたのか、そして、断裂してしまった皆さんに、どんなことをね一人で、できるのかってことを、聞いていきたいなと思ってます。今回は本当にためになる、ストーリーになるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。はい、ということでですね、普段僕の、ボディケアをしてもらってる、そして、前十字からの復活の時に、治療していただいた磯本先生に来ていただきました。今回ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、話を聞いていく前に簡単に、先生の自己紹介をしていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、はい、私、今ご紹介に預かりました、スミネハリキュー治療院の院長の磯本と申します。よろしくお願いします。普段は、杉並区を中心に往診専門で治療を行っております、うん、で隣のイサムさんも、そなたの患者さんの一人になります。はい、お願いします。お願いします。緊張します。大丈夫ですか。ちょっとはい、で、まあ、普段僕はトレーニングという観点でですね、前十字靭帯を断裂してしまった後にね、僕が実際に、やってるトレーニングっていうのを過去に紹介しておりますので、ぜひそちらの動画を見ていただきたいなと思うんですけど、今回はまあ医学的な目線でですね、まあ、どんなことをやった方がいいのかってことを聞いていきたいなと思ってて、で実際にあの時結構毎日のように家に来てもらって治療してもらってたじゃないですか。そうですね。でその時ね、まあ、映画の撮影を僕はしてたんですけど、朝はね膝がちゃんと動いてるんですけど、やっぱりまあ、足をめちゃくちゃ使うんで、ジャンプしたり走ったり蹴ったりとかすごいしてたんで、どんどん撮影中に足が動かなくなってって、夜寝る前は本当にもう全然曲がんないみたいな感じで、毎日次の日の撮影が不安で過ごしてたんですけど、まあ、先生に来てもらってね治療してもらうとすごい動くようになったんですよね。だからそれがすごい不思議で、なんでこんな変わんだろうみたいなって思ってですね、で、あ、せっかくこうやって動画のチャンネルがあるんで、その話を教えてほしいなと思ってね、今回お呼びしたんですけど、まず、僕の足に実際具体的にね、どんな治療をしていただいたのかっていう話をさせていただきます。はい、わかりました。今ちょっと言っていただいたんですが、イサムさんの場合、はい、この膝周り、まあ、一般的に言われるこのお皿ですね。はい、このお皿の動きがだいぶ硬くなっていたので、うんうんうん、まあ、これを緩めて、動くようにしてあげたっていうのが主な治療内容になりますね。あ、じゃあこの皿が硬くなってるのをほぐすことによって動きやすくなる。そうですね、まあ、お皿自体っていうよりもお皿の周りについてる筋肉、靭帯を緩めてあげることで、お皿の動きが戻っていく。なるほど、はい、手術時間もそんな長くなかったですよね。そうですね、的確にあの筋肉を狙えればそれほど時間はいらないですね。へえ、なるほどですね。はい、そうか。でもう一個、聞きたかったのが、はい、そのまあ、やっぱりプロがやる施術っていうのは僕はもちろんできないし、多分見ていただいてる方もその医学的知識がある方は少ないと思うんですよね。なのでなんかその知識がなくても簡単にできるというか、僕みたいな人でもなんかできる、施術というほぐし方というんですかね、はい、がもしあれば教えてもらいたいなと思うんですけど。はい、わかりました。はい、
そうですね、前十字靭帯、損傷といってもいろんな段階があるんですけど、はいはいはい、まあ、その中でも、今から、お教えするのは、さっき、イサムさんがおっしゃったように、断裂しなくていいです。いつもすごい流暢なのに、すごい今日、すごい大丈夫です。そんなことです。断裂した方で、はい、リハビリの中でちょっと動きが悪くなってしまった方向けのものになりますので、うん、まあ、断裂した直後とかはおそらくリハビリの先生近くにいるとは思うので、そうですね、はい、まあ、そちらで指示をしていただいた方がいいと思います。そうですね、僕も多分、はい、リハビリがやっぱり終わって、うんうんうん、実際に病院行かなくて良くなってから、自分でトレーニングをし始めたし、うんうん、手術も頼んだんで、まあ、それからがいいんじゃないかなと思いますね、まあ、そういう人の方が多分不安は多いと思うので、うん、まあ、徐々にやっていただければいいかなと思うんですけど、はい、まあ、具体的に教えていくと、はい、まずはこのお皿の動き、悪い理由っていうのは、はい、周りの筋肉と靭帯でさっき言った通りなんですけれども、はいはい、具体的に言っていくと、この上についている大腿四頭筋という大きな筋肉があるんですね、うんうん、太ももの前側の筋肉になるんですけど、はいはい、まずここをほぐしてあげてください、うんうん、まあ、ここをほぐした後に、このお皿ですね、はいはい、このお皿をちょっと、おー、すごい。動かしてあげるイメージですね。これだけで気持ちいいですもんね。これを、まあ、ご自宅でできればいいとは思うんですけれども、うん、まあ、具体的に教えていくと、そうですね、具体的にしてですね。まあ、自分でやるのであれば、はい、まあ、親指をこう太ももにつけていただいて、足は伸ばしてもいい、完全に伸ばすというよりは、ちょっと曲げていただいて、はいはい、お皿のちょっと上です。そうですね、お皿のちょっと上のこの筋肉が膨らんだところですね、うん、ここに指を置いていただいて、そうですね、円を描くように自分が気持ちいい、どちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫、自分が気持ちいいと思う力加減で、10回から20回ちょっとやってあげてください。で、これが、終わって、まずここが緩んだよってなったら、はい、次はこの膝ですね、はい、この膝のお皿なんですけれど、はい、固まってる人って結構伸ばしづらいとは思うんですけど、うんうんうん、なるべく伸ばしてあげた方がやりやすいですね。なるほど。で、伸ばしてあげて、できればピンと伸ばすと。そうですね、まあ、痛みが出るようであればあんまり無理はしないほうがいいですけど、可能な限り伸ばしていただいて、はいはい、まずこの指で円を作ってお皿をこうカバーする。カバーする、はい、で、この状態で上、上、下。あ、難しい。これ上、下、上、下。もうこれだけでもだいぶ違います。動く動く、余裕が出てきたらこう円を描くような動きとか、反対回りとか。これ結構力入れてるんですか？それほど入れなくても動くかなとは思うんですけれど、まあ、自分のやりやすいやり方を見つけていただければなと思いますね。まあ、慣れてくるともう片手でこうグイグイってできちゃうんで、まあ、お皿をこう動かすっていうことなんですね。そうですね、まずはこの周りをほぐしてあげて、うんうん、お皿を動かすっていうのが一番ですね。なるほど。ただ、まあ、自分でできるっていうのはこんぐらいやってあげればおそらくちょっとは改善してくると思うんで、まあ、よく言えばこっちとかもねほぐしていきたいんですけど、うんうん、こっちはちょっと自分だと難しい部分があるので、うんうん、まあ、簡単にできるケアとしてはこのぐらいやっていただければだいぶいいかなと。ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、こことここの2点ですね、ぜひ試してみてください。はい。はい。そんなところかな、聞きたいことは。うん、なんか、その前十字でを切ってしまって不安な方へ、メッセージとかあれば。うん、そうですね。はい、そうですね。前十字靭帯、まあ、スポーツやられてる方っていうのはもう結構、頻発っていうとあれですけれど、結構少なくない症状なので、うん、まあただ横にいる伊佐さんのように、たとえ切ったとしてもこれほど活躍というか動ける方もいらっしゃいますので、まあ、自信を持ってリハビリを続けていっていただければなと思います。ありがとうございます、はいはい、じゃあそんなところですかね、はい、今日は、まあ、先生に来ていただいて、まあ、僕にどんな治療をしていただいたのかということと、まあ、僕みたいなその無知な人でも簡単にね、ほぐせる、ほぐし方っていうのを、伺いました。ありがとうございます。はい、やっぱりですね、どうしても切ってしまった場合はすごく僕も不安でしたし、でも
やっぱりこうやって、知識というかこういうことをした方がいいよとかっていう話を聞けるだけでも僕はすごく不安が小さくなったんですよね。なので、ぜひ皆さんもですね、そういうなんていうんですかね、まあ話せる人だったりとか相談できる人がいたりすると、不安っていうのは小さくなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ、僕もこうやって動画を発信していきますし、きっと発信している方っていうのがねいっぱいいますのでね、ぜひ皆さんで共有しながら、乗り越えていきましょう。はい、ということで、今日の動画はこれで終わろうと思います。本当に来ていただいてありがとうございます。はい、普段はあれですか、出張オンリーで。そうですね、出張オンリーでやってるので、患者さんのお家に行って治療するって形ですね。なるほど、はい、あれですか、どういうお客様が多いんですか、こういう怪我の方が多いんですか。そうですね、半々ですかね。怪我の方もいますし、はい、ちょっと老後でケアが必要な方とかもいますし、マッサージ的な感じですか。そうですね、ボディケア。そうです、ボディケアですね。大体どんな症状にも対応できるといえばできるんですけど、あんまり、ね、そうですね、ハリキューなので、そうですね、はい、針も僕で初体験させてもらってね、全然痛くなかったですね。やっぱあんまり刺激入れていい場合悪い場合とあって、その入れていい場合っていう場面があんまり多くないというか、ほとんどの針は痛みがないので、ね、そうやりやすい体験の方は全然どんどん試していただければと思います。はい、先生のホームページとか、お問い合わせ方法とかはその下の概要欄の方に載せておきますので、気になった方、もちろん前十字でね切って僕みたいにケアをしてもらいたい方とかね、ボディケアをしていただもらいたいなっていう方は、ぜひ見てみてください。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。